今日はですね、視聴者の皆さん、及川さんとこういうところでございますよ。お前初物件？そうですね。どんな感じですか、及川翔は。これ見て。入らないです。これちょっと本当視聴者の皆さん見てほしいわ。これ下塗りなの。下塗りですよ。単価的にはどうですか。まあ業界ではね、塗り替え道場はめちゃくちゃ安いってまあ噂聞いたことあるでしょ。僕がまあやってたとこのハウスメーカーだと休みがなかったんで、休みなしで。してるんですか。どういうこと。なんでうち来たんですか。要するに仕事一回でもあるでしょ。こんなにしっかりやって、まあ単価が合うなら手抜いてくれとかそういうお願いされんから。はい、そうですね。そういう仕事はしたくないんだ。したくないですね。ああ、そう。今日いい動画撮れとるよ。塗り替え道場チャンネルじゃないな。はい、お疲れ。お疲れです。オッケー。はい、お前何会議やってんの。そんな服装でやってんの。それ何、私服じゃないのそれ。これ、いや、作業着です。嘘つくの。いや、本当です。これはアイズフロンティアっていう、多分職人に聞いたら、ね、めっちゃおしゃれよ。はい、嘘、おしゃれな感じ。はい、やるよ。今日はですね、視聴者の皆さん、及川さんとこういうところでやりますよ。お前の初物件。そうですね、まだ始まってない物件件はあるんですけど、これが始まったってことです、うん、初物件です。初物件。はい、で、何、足場は大学な。足場は岡部です。岡部。はい、大丈夫か。いや、あ、まあ足場経営組んでる。今、おる職人さんに聞いてどうですかって。はい、うん、自分で見たら分かるんじゃない、まあ、興奮したらよかったなとかあんの見て。いや、特にまあこの家本当簡単なんで。ああ、まあちょっとそこは狙っておいた。そうです。現場行ってみようか。では、はい。お、おるやん。お疲れです。お疲れ様です。お、久々ですね。お久しぶりです。これ何、三谷さんの車。僕のです。めっちゃ綺麗よ。買ったばっか。すごいね、やっぱこれ仕事綺麗な人ってほんと車綺麗だよな。いいっすか、裏、後ろどれが綺麗でしょう。いいですか。はい、すいません。あ、あるね。あ、全然違うですね、やっぱり。あ、ちょっと紹介してってよ。紹介ですか。あ、どうして紹介したらいいか分かんないですけど。綺麗ですねとか適当に言えや。これはでもやっぱな、やっぱいい職人綺麗だな。いや、細かいよ、こういうの。そうですね、作ってんだよこれ。まだ見たことないですけど、浜野さんと今初めて見たんですよ。うん、浜野さんも綺麗なんですよ。綺麗だな。はあ、これはお前ら車も一年ガタガタやねんが。ほら、トラック何台新車買わしとんねん、この2年で。4台っす。ほら、これはもう何、プライベートでも使ってんの。プライベートでは使ってないです。あ、仕事用だけ。仕事用で。それでこんだけ綺麗にしようってなるんだ。ちょっと助手席あげていいですか。大丈夫。えらきれいじゃん。塗装屋の車じゃねえやん。マジで、すごいな。ちょっとお前の管理見せてもらおうか。なんかこういうことだぞ、はい、お前が管理やるんじゃなくて三谷さん管理やった方がいいかもしれんな。どんな感じですか、はい、堀川翔は。いや、まだあれなんですよね、なんかまだ、はい、本当に2、3回。そうです、この現場で2、3回なんで。あ、そう、ガチガチ来る。いや、俺ガチガチ行けって言ったんだけどね。いや、ガチガチガチ行けって。ガチガチ、うん、来てますね。あ、本当。一回もそんなんか、まあ。なんで、まあ管理に求めるもんって。あ、それ。三谷さん、なんですか。例えば、まあだってね、仕事はきちっとやるし、うちの職人なんかも別に管理でチェックって言ってもほとんどエラーないでしょ。僕はない。いいっすか。時間大丈夫ですか。はい。なんか時間大丈夫ですか。今日5時半までやりたいって言ってたんです。あ、5時半とか、まあ霧がつくまで。なんか喋ってると気につかなくなっちゃうね。最初の予定では下塗りを全部終わらせる予定だったんですけど、はい、途中で終わらんなって思って。あ、そう、やっぱ手間くん。縦だけで終わればいいんですけど、縦横縦って入れとんだ。入れたんと。ああ、もうこれ見て。入らないです。これちょっと本当視聴者の皆さん見てほしいわ。これ下塗りなの。下塗りですよ。じゃあ本当にちゃんとなんか動画にならなってあるけど、ちょっと職人と揉めて、俺なんか「でけえ!」って言ったやつおんだけどさ、はい、洗浄起きたねえしさ。あ、知ってる、なんか噂は、噂は、うん、で動画がボツっちゃったんだけど、お客さんの都合でね。すごいね、こんなにやっとんだ。もう連絡つかないですね。あ、ないよな、こんなすごい。
僕が16の頃働いとった塗装屋は、うん、ちなみになんて、なんか適当に言おう。そうそうそう、まあ言い方はいいけど、まあそうじゃん、本当にさ、はい、適当って、その適当っていい感じのね、感じの適当なんだけど、はい、そうこれほら、あそこを見て、これ全部これ、ハゲ拾っとんでしょ、あれ。あ、先に入れとんだ全部、あれ、上ね、右上と、そういうことかって自分でやったんですよ。そういうことか。軒天の材料がちょっと入ってる感じですけど。あ、あれは？あれはそうです。昨日軒天やって、これ？はい。で、あ、そういうことか。ハゲで拾ったわけじゃ、ハゲで拾ったわけじゃないんだ。あんで紙テープ貼って、そこでまで入れるんだ。しっかりと。すごいね。あ、でも1日かかる。かかります。もうかけとるからね、それだけね。そうですね。あ、ちょっとこっち来る。あ、そう。ちょっとお前画角考えろってことだ。僕がさっきからお前こっち全部やるか、お前 YouTube どんだけやったんだお前。すごいね、やっぱ縫い替え道場の職人が支えとんな。そうです、ね、営業と管理はもう大したことないけどさ。いや、そんなことない。あ、そう。誰がいいんですか、管理でこいつおやるやるなってやつは。やるなやるな。あの人はあの立木さん、ちょっと最近問題続発で、これ動画にしたいぐらいだけど。あ、それは知らないですけど。あ、全然たつきさん現場にはあった。あります。どうですか。まあ一番最初入ってきてからもそんな悪いってイメージはないです。悪いイメージない。はい。あ、悪いイメージないですか。ない。ちょっと物足りんなとか、ちょっと連絡遅いなとか。ああ、それは段取り悪くて、で現場入ったらなんか、あ、やれんとかあるじゃないですか。まあ、入ったら違うやんとか。で、今のところはないです。ね、はい、軽い気持ちで終わりがけにちょっとこれ塗ってくださいとか。あ、はい、お前最初に言えば大した手間じゃねえんだけど、うん、後から言うと、お前どんだけ手間か分かっとんか、これはって。あるですよね、そういうのって。まあ、たまに管理によってね。そういうのって結構大きいじゃないですか、予算もあるからね。まあ、先に言ってくれればっていうのはありますね。でこれね、ぶっちゃけその人気どれぐらいでもあるんですか。ここは10人、10日で終わらせないか。まあ、1人でやっといてね。1人で、はい。で、いくらもらったんですか、塗り替えから。不思議だよ。まあまあ、まあ、ピーだけど。ピーですけど。十分になるとちょっときついね。2日ぐらい増えると、もう偉いね。そうですね。10人だと偉いね。12だと偉い。また今日必ず下塗り入れていかなかったね。ただ単価的にはどうですか、塗り替え道場もやって何件ぐらいやったんですか。もうこの1年、何件というかもう1年半ぐらい。1年半です。1年半ぐらい、はい、そうそうそう。単価的にはどうですか。まあ業界ではね、塗り替え道場はめちゃくちゃ安いって、まあ噂聞いたことあるでしょ。まあそんな安くはないと思うんです。ああ、まあ大きいところでね、バーンって、はい、全部やってねみたいな、手配してとか、まあ、あれだね、単発だったらだけど、はい、常駐でやるところではまあ安く、まあ、いや段取りはいいでしょう、結構もういいですし、あの手抜かなくてそれぐらいなんで。うん、手抜かなくてっていうのは、あの下抜いてきと、ああ、上塗りもまあピンでいこうかとか、うん、で手抜き下げてみたいな。あ、そういうことか。あ、だって人気的には金になるけど、うん、そうやって指示されたらやるしかないから。なんかめちゃくちゃ悪い顔になってる。なんかめちゃくちゃ、なんかこういうこと言っていいのかなみたいな。ちょっとお前より動画のこと考えてるぞ。でもまああるでしょ、ぶっちゃけ。元でなんかね、予算がだって俺らよりさ、はい、安く取るとこ実際あるし、でも足場もシーリングも自分のとこで持ってないで、はい、絶対にやれんわけじゃないですか。経営者の立場で一個話したら、浜野さん、俺からしたら下がるじゃないですか。だって、上がうるせえからちゃんとやるじゃないですか。もう誰が言うの、ちゃんとした、あの本当にこれ、本当にね、視聴者の皆さん、浜野さんが来た理由って何かしてるんですか。今までやってきたもとおけは、俺が一生懸命やったら、そんなにちゃんとやらんでいい。お金払えんから、これでこの仕事したいんだけど、これでやってって言われたから、気に入らんからって言って紹介もらって、この人は仕事はこだわりたい、いい仕事したい、だけどそれを受け入れてくれる会社がない、できてくれるどうだったから。でもまああるでしょ、ぶっちゃけ。予算がだって俺らよりさ、安く取るとこ実際あるし、でも足場もシーリングも自分のとこで持ってないで、絶対にやれんわけじゃないですか。シールなんか特にでしょ、びっくりしたでしょ、うちのシール見て。
あ、うん、そうですね。いや、戸建てやってるところでこんな仕入れやってるところいます？今までじゃあ何社戸建て見てきたか分からんすけど、会社もう渋谷は渋谷さんで入ってますけど。入ってるとこある？あります。はい。あ、でも手間分けでまあ意識これぐらいでやってみたいな。やっぱうちダントツシール、うん、ダントツですね。いや、そうでもないんだから YouTube はっきり言ってくださいよ俺も嘘つきたくないから。やっぱ綺麗なとこもある。うわ、ここすごいな。いやいや、あのハウスメーカーとかやっぱすごいじゃん。まあ、ハウスメーカーがそうですね、すごいんで。それ2倍取るでね、お客さんから。お客さんからは取るんですけど、末端にはほぼほぼ来ない。あとはどんだけ段取りがきちっと営業やってくれるかとかだよね。一発でもわからんでも、でほんで1日2日あえたら何の意味もないもんね。僕がまあやってたとこのハウスメーカーだと、うん、ハウスメーカー直でやってたんですか？直ではないですけど、うん、1個勘で、まあ、そしたら1個勘で、うん、でいくらぐらいでやったんですか？それでもこれぐらいだと、あ、結構もらえるんだ。うん、いいじゃないですか。あの、休みがなかったんで。忙しすぎて。忙しすぎて。その通り、45日休みなしで。45日で休みなし。あと、足場の解体がずらされないっていうのがある。あ、ケツが決まっとるもんね。はい、雨降ってもビニールで傘をして傘作って、うん、それは余分にもらえんわね。もらえない。予算もないわね。その雨でも仕事したりとか。あ、まあ、仕上がりが悪くなっちゃうね。仕上がりはまあ悪くはならないようにはやってますけど、お客さんに悪いなっていうのがありますね。ああ、そういうことか。どうですか、はい、こいつは。いや、こいつは足場の責任者やってたけど、はい、偉いさんなんですけど階級的には、ちょっとやっぱね、まあまあそれしょうがないけどね。俺ら職人雇ったやつが、ね、頭使う仕事だから、でちょっとわけわからんからちょっともう一回半年勉強しようと。だって今まではあの足場しかやってなかったんであれですけど、うん、こうやって管理になると、うん、やってる途中とかも来るようになれば、うんうん、はいじゃないですか。まあ、勉強にはなるんですよね。塗装やってる時はここやりにくいんだなとか、うん、だからそれを下に言わんと意味ないよね。そうです。この物件誰が足場くんなんですか？岡部です。あ、岡部知ってます？あの動画で問題、はい、動画見た？見ました。よく見ました。山下たちが大問題だったです。どうですか足場見て。足場自体は悪くはないです。あ、悪くない、良くもないんだじゃん。悪くはがついたもんね。あ、いいですよって感じじゃないんだ。あの気になるとこは何かしかあるんだ。ネットがですね。ん？ネット？この前のミーティングで、あの前傾するって話になったんですよ。今一飛びでやってるんですけど、前までは。なんですか、ここが全部一飛びになっちゃってるもんで隙間が空くじゃないですか。ここやっぱ全然違う、前傾とあれで。あ、違いますね。まあ、そんなに。あとはそのネットがこのじっと。ついてればいいですけど、うん、もうこれぐらい空いた状態で縛ってある時もあるんで、ああそれで飛ばしだともうこれぐらい空いたりとか、風強いとこぐらい空いて、なんで、そこだけ悪いとこは全部縛ったりしてるんで、あ、自分たちで、はい、あ、ちょっとやらないね、はい、あれ長さいろいろあったよな、これ6.3なんですけど、うん、もう一個が 7.2 なんですよ、うん、7.2 だと上に上げなかったんですよね。あー、なるほどな。もう際どいんですけど、難しい。まあ、全部が全部やるとね、また足場もたたんたん上げて、まあ、一応足場も受け置いてやらしょうから、はい、予算もあるでね。でまたマコちゃんみたいにブーブー言い出すでね。僕はブーブーは言わない。いや言ってくださいよ。いや言ってくれた方がいいの。はい、もうお互いに成長するじゃないですか。で管理にも言ってほしい。やっぱ俺はね、山本君にした方がいいんじゃないかとか翔君に、はい、でもいいじゃないですか。あの井村翔もね。ちなみに堀川翔には何を求めますか。まあ全然ない。何もない。何を求める？何かアドバイスないですか？まだあのなんか管理に求めるもの、僕じゃなくてそんな、あ、そういうの管理に求めるものを聞きたいな。こういうのがいい悪いっていう、職人からした。ないっす。別に。あ、そう。もう前の会社とかでもちゃんとやってくれてるんで。あ、うちの会社？はい。よその会社でも今までで。その会社では言い悪いってのはどこで出るんかな。言い悪いはあのやっぱ工程の連絡がないとか、工程とか段取りの、ああ、まあ、連絡とかもあります。材料とかですね。ああ、注文しなかった、手間入ったらねえやとか。なんでうち来たんですかよ。うち仕事いくらでもあるでしょ、これだけの仕事しったら。まあいくらでもあるといえばあるんですけど、うん、内部事情が分かるのが、うん、YouTube で乗り換え道場、うんを知って、まあ、うん、他の
塗装屋さんのやつを見て、うん、まあ悪くはない、うん、だなと思って。ああ塗り替え道場は？はいはい、そうです。ああ結構真面目にやってんだなと思って。あんだけしっかりやって。あれ見てどこ見ました？俺があんなブチゲーで。うるさいって書いてやっとって。もう塗装なんで、うん、塗装屋のやつばっかり見とって。ああ、だからこんだけの仕事がちゃんとできるんだみたいな。そうですね、こんなにしっかりやって、まあ単価が合うなら、うん、いいとこかなっていう。ああ、そういうことか。手抜いてくれとかそういうお願いされんから。はい、そうですね。そういう仕事したくないんだ。したくないですね。ああ、そう。あ、職人だから。そこまでしっかりやってやっていけるならいいとこだなって思って。あ、めっちゃいいこと言うね。ちょっと俺寒気したわ。お前らがすぐ手抜くことしか考えてねえのに。あ、そういうことだ。じゃあ同じ、じゃあ手抜いて、まあ例えばじゃあとしてちょっとこれちょうど電車にかけされただとして、こうやって足場、まあね、まあ足場もきっちょびちょじゃん。まあね、ぶっちゃけね、俺見たことあるけど、足場もね、なんだこの足場みたいな感じだけどさ、シート張ってないとかね、はい、物件で、まあこれぐらいでやってって言って、まあこんなんでいいからって、その代わりまあ金額が安いけど、もうこんな仕事でいいよみたいな、色だけついてりゃいいよって言って、はい、結局それに合わせたら、逆にもっと金になる時もあるわけじゃないですか。で、それでも嫌だ。それよりも、それでもやきちっとした仕事がやりたい。すごいね。職人だね。そうですね。今日いい動画撮れとるよ。塗り替え道場チャンネルじゃないな。お前もこういうこと言えよ。まあでも、うん、で手抜くことは悪いことでもないかもしれないです。違う意味で。なんでいうの？やっぱ足場でも手抜いたりしますし。うん。手抜くことが間違いではないです。なんでどういうこと？まあ足場でもそう。もう逆説で、ね。あ、違う。塗装と足場は全然違う、ね。何お前そんなこと言ってるの？いや手抜くのそれが違うんじゃないの？なんか意味が手を抜くじゃなくて言い方が多分違うと思うんですけど、言い方が違う、手を抜くんではなくて、なんか漢字の適当と俺ひらがなの適当っていう、銀行変に、そうそうそう、上手にやるっていうか、はい、そうですそれがなんか変にそこまでやらんでもっていうのもありますよ、ね、あるよね、塗装でもね、はい、じゃあ教科書通りのことをやるんじゃなくて、はい、よくあるじゃないですか、なんか一発入れてもう最低なんか何十時間で箱に書いてあるんだからこれ書いてある通りやらんと金払わんぞっていうお客さんおるわけですよ。そうすると、まるまる完全に2日か3日あげなあかんみたいな。うん、そうなの。職人なんかもう毎日これやっとるんだもんね。分かっとるでって。材料によって、ね。材料によっても違うし、夏と冬によっても違うし、その状況、日が当たる場所によっても違うし、そんなこと考えて攻めていくわけじゃん。営業とか管理もわけわからんと、なんか、ああ、すいません、みたいな。もう俺らとも絶対切れるけど、何を言っとるんだ、お客さん。任せとけてって。ちゃんとやっとるからって、なるじゃん。はい、まあ、その伝え方は全然違うんだけど、まあ、そういう意味の手抜くだろ。そうです。お前、ほんと言葉が足りんと言われて。これ、勘違いが生まれるよね、職人さんとしてね。ああ、そういうのか。なんか、適当にやっていいっすよって言っとるみたいに聞こえちゃったら、やばいよね。だから、お前、あいつ、岡部が適当にやってんじゃん。あいつダメな適当だろ、ひらがなの方の適当だろ適当はい、じゃあ以上になります。ちょっと29分ちょっと喋りすぎたんですけど、まあ実際動画になっとるのはどうかなあれだけど、まあ、こんないい職人さんがこうやっておってね、はい、本当にこのチャンネルを見てほしいな。そうですね、ちょっと最後ちょっと映していこうか。ちょっとね、これだけの職人、まあ、シーリングと、まあ、いい職人揃ってます。まあ、僕はわけわからんことばっかりやってますけど、うちの会社は僕で持ってませんのでいい職人とね、お前ももっと職人だけど、まあ今、はい、まあ、ポンコツ管理だけど、はい、ね、いい職人で支えてられてます。これからもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。せーの、また見てね。上塗りレベルや。すいません、はあ、はい、はい、これはすごいわ。これが塗り替え道場の工事品質です。ガミガミ社長さんうるさいですけど、これだけいい仕事してくれる人が育ててます。すごいよ。Yeah.